じゃあヒント、幼なじみ。あヒント2、こっちの世界では竹で作った馬に乗る遊びがあるだろう。子供の頃からそれで一緒に遊んでいたような、そんな友達のことだよ。わかった、竹馬の友。惜しい、竹馬を音読みで。竹馬の友。正解。3時だぞ。ココ様、おやつの時間見る。よっ、待ってました。のぞみはまだ宿題終わってない見る。おやつは終わってから見る。ちょうど霧がいいところだし、休憩にしよう。やったー。リンからも言われてたからね、のぞみの勉強は適度に休憩を入れながらやってくれって。そうそう、休憩しないと頭が痛くなっちゃうんだよ。リンはのぞみのことをよくわかってるな。リンちゃんとは小さい頃からずっと一緒だからね。幼馴染だもん。ココ様とナッツ様も幼馴染見る。はっ、宿場の友だね。いや、僕とナッツは宿場の友とは言えないな。子供の頃からお互い顔も名前も知っていたけど、友達ってわけじゃなかったから。え、そうなんですか、ミル。うん、僕たちは王宮の別々の場所で育てられたんだ。子供の頃は王国の行事なんかで顔を合わせるくらいで、一緒に遊ぶどころかろくに話したこともなかったんだよ。まともに話したのは学校に入学した時だよな。ああ、もっとも入学後もしばらくはお互い近づこうともしなかったかな。どうして？俺たちは物心ついた時から言われていたんだ。将来どちらかが国王になると。周りがあんまり言うからさ、お互い意識しすぎて近寄りがたかったんだよ。意外ミル、お二人は昔からずっと仲がいいものとばかり。じゃあココとナッツは何がきっかけで友達になったの？きっかけは学校でのある出来事さ。おい、ちょっと待て、あのことを話すのか。おう、よせ、絶対にダメだ。どうして？あ、泣いたことが恥ずかしいのか。泣いてない。へー、知りたい知りたい。ミル君も知りたい。ミル、お話ししてください。ミル、別に恥ずかしがることじゃないだろう。あの出来事があったから今の僕たちがあるんだしさ。勝手にしろ、俺は知らん。ではナッツの許可が下りたので、これから僕らの昔話をします。こっちの世界で言うと中学校、ちょうど今ののぞみたちと同じくらいの頃、僕とナッツは同じクラスになったんだ。では昨日やったテストを返します。タッピ、ナッツ様。はい、ナッツ。クラストップ満点です。タッピ、すごい。ケミ、さすがナッツ様。カキ、次はココ様。タッピ、ココ様、お返事は？なんだここ。0点です。タッピ、一つの問題もやってないです。タッピね、答案は白紙。タッピ、名前は書いた。ここ、書いてあるのは名前だけ。これでは点数は上げられません。タッピ、別にいらない。ここココが0点。うそ、信じらんない。衝撃の事実ミル、ココ様はずっと勉強がおできになるとばかり。ショックミル。恥ずかしながら勉強は全然できませんでした。ちょっと待て、今の言葉は正確じゃない。お前は勉強ができないんじゃなくて、わざとやろうとしなかったんだろうが。え、わざと？どうしてミル？いわゆる反抗期かな。あの頃は何に対しても反抗してたんだよ。今振り返ると子供だったなと思うけど。確かにかなり手のかかる子供だった。それに比べるとナッツは大人だったよな。学校で一番成績が良かったし、先生からも信頼されてたし。へー、カレンさんみたいだね。カレンの方が立派だ。生徒会長になってみんなのために様々な活動してるだろ。俺はただ勉強しかできなかった。勉強しかって、それかなり羨ましいんですけど。勉強ができるだけではダメなんだ。休み時間、俺はいつも一人だった。逆に、ココはいつも大勢の同級生に囲まれていた。
私の答案を出したんですか、ケピ？ココ様、先生に怒られるの怖くないですか、カキ？ココ様、学校サボった時はどちらへかり？学校も！みんななんで休み時間のたびに集まってくるかった？だってココ様とお話できるなんて嬉しくて、ケピ。みんな憧れの王子様とお友達になりたいですか、キ？王子ならもう一人いる、ココ。あっちへ行く、ココ。どうした、ココ？ナッツ様は私たちとお話ししてくださらない、ケピ。いつも一人で本を読んでいらっしゃる、カキ。ココ様、ナッツ様とお話ししてみてください、カリ。ココ悪いけど、あいつとは関わりたくない、ココ。チーパー、ココ様、チーパー。なんだ、どうした、ココ。ナッツ様に話しかけたんですけど、チーパー無視されて、チーパー、チーパー、チーパー。ココ、あいつ、してない、ナッツ。返事をしないから悪い、ココ。いつも一人で本を読んで何が楽しいかか。お前こそわざわざ白紙の塔を出して注目浴びて何が楽しい、ナッツ。ココ、お前には関係ない、ココ。学校は勉強するところ、ナッツ。目立ちたいなら他でやれ、ナッツ。目立ちたいわけじゃん。目障り、ナッツ。お前に、元気だったな、あの頃は。その言い方、親父臭い。え？うららが言ってたぞ。時々ココがすごく中年のおじさんのような言い方をするのが気になると。マジ？ナウでヤングな言い方だと思ったんだけどな。それがまずい、ミル。二人とも怪我しなかったの？うん、すぐに先生や同級生たちに止められたから。大変だったのはその後だ。パパイヤに説教された。パパイヤって？大勢いるお世話役の中で一番偉いお世話役、ミル。それがパパイヤ様、ミル。ココ様、ナッツ様、あなた方は将来どちらかが国王になるのです、パパ。そのセリフは聞き飽きた、ココ。王子は国民の手本とならなければなりません、パパ。争うなどもってのほか、仲良くなさってください、パパ。こいつとは気合わないかか。それはこっちのセリフ、ナッツ。ココ様、ナッツ様、好きで王子になったわけじゃない、ココ。王子は二人もいらない、ココ。成績のいいナッツの方が国王に向いてるかか。成績は関係ない、ナッツ。国王を決めるのは国民、ナッツ。わざとテストを白紙で出したって王子はやめられない、ナッツ。うるせえ、カカ。ナッツ、おやめなさい、パパ。で、また特組合の喧嘩？ああ、そんなに仲が悪かった、ミル？それで、それで？王宮に高い塔があって、そのてっぺんに部屋があるんだ。通称反省部屋。悪いことをするとそこに閉じ込められた。二人とも一晩反省部屋で頭を冷やして反省なさってください、パパ。ナッツ、何してる、ナッツ。決まってる、ここ。脱走するかか。脱走、ナッツ。ここは反省部屋の常連だから慣れてるかか。塔に絡みついているツタで下へ降りられるんだかか。どれだけの高さがあると思ってる、ナッツ。もし落ちたらやめる、ナッツ。へへ、指図は受けないかか。アーベイヤー。待て、ナッツ。お見合い、ナッツ。離せ、ここ。な
ぜ叫ぶんだ。だってツタが切れて塔から落ちちゃったんでしょ。大変だよ。怪我は大丈夫ですか？ミル、大丈夫じゃなかったら今ここにはいない。塔の下に池があってそこに落ちたんだ。それはご想像にお任せします。もっとこぐぞ。か人のこと言ってる暇があったら自分の方こそ。夏、森がある夏、あそこへ入れば。かわいさにいやかか。したかったんだけどね。でも僕たちが行ける限界は最初から分かっていたんだ。外からの侵入者を阻むためパルミエ王国は高い壁に囲まれていた。滅多なことでは入ることも出ることもできない。あ、文字通り越えられない壁だったんだ。ここを取り巻く壁は国民とドリームコレットを守るためにある。夏、へん、お前少しは王国の歴史を勉強した方がいい。夏、勉強したってここから出られない。ここ風が羨ましい。ここ壁を越えてどこへだって行けるかか。そんなに外へ行きたい。夏、ここは世界をこの目で見たい。ここどんな人たちがいるのか、どんな景色が広がっているのか、何があるのか確かめたい。ここパルミエ王国を捨てる。夏、
視野も広くなければならない夏。そのためには今からいろんな世界を見ておいた方がいい。夏はそう思う夏。ここ、すごいのはココの方だ夏。誰とでもうまく話せて羨ましい夏。うまく話すココ、同級生に話しかけられて無視したんじゃない夏。緊張して何を話せばいいのかわからなかった夏。夏、パルミエ王国の王子としてみんなの役に立ちたい、そう思って勉強に励んできた夏。でもいくら勉強ができたってみんなと話せないなんて王子失格。夏、夏泣くな、ここ泣いて、なんかない夏。目がうるうるしてる、ここ目にゴミが入っただけ。夏泣いてないな。隠すことないのに素直じゃないかか。夏、大丈夫かか。夏もちゃんとみんなとうまく話せるかか。気休めはいらない夏。気休めじゃないかか。だってさっきからココと普通に話してるかか。そういえば慣れればみんなとも話せるようになるかか。ほんと夏、ココきっとみんなと仲良くなれる。ココココ、ココたちも王子同士仲良くやる。ココそうか、夏どうしてココと話せるのか分かった。夏、ココ同じ王子だから、だから緊張も遠慮もしないで本当の気持ちをぶつけられるんだ。夏、そういえばココもさっきみたいに悩みを話したのは夏が初めてかか。ココ追っ手が来た。ココ、はあ、パパイヤにタピオカ先生もいるかか。きっと勝手に怒られる夏。今度はどれくらい反省部屋に入れられる夏。派手に脱走したから最低3日は硬い。ココ夏、その間勉強を教えてやる。夏、勉強。ここ王国の外へ行きたいならいろんな知識を持たなきゃいけない。夏、外で迷わないように道を覚えたり身を守る術を覚えたり勉強は必要。夏、分かった。ここ3日じゃ足りないから反省部屋を延長してもらう。かけ夏なんだ、二人ともどうしたの。だってすごくいい話なんだもん。ミルクはとっても感動しました。ミル、すぐにコマチを呼ぶ。ミル、コマチ、なぜ。今のお話をコマチに書き記してもらう。ミル、そしてタルミエ王国が蘇ったら歴史書の1ページに加える。ミル、よせ、歴史書というのはそういうことを書くものじゃない。ミルク頼むよ。なんだよ、冗談なのに。冗談でも無責任な発言をするな。本当にやるぞ、ミルクは。もう夏くらいだぞ、僕をボカボカ叩くのは。誰も叩かないから俺が叩いてやるんだ。ここ夏、よかったね。え、何がだ。王子が二人で本当によかったね。ああ